お世話になります。一人でございます。半年以上前に13万円で402個中古ロムを買う動画を出し、以前ダイパーの開封はすでにしましたが、まだプラチナは未開封なんですよね。パールの開封で配布系のレアなポケモンは入手できましたが、まだ神と遺跡イベントに関わる映画配布アルセウスなどをゲットできていないポケモンはいます。私は入手できていないポケモンに思いを馳せすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はプラチナの中古ロムを7個開封し、レアなポケモンがいるか検証していきたいと思います。よし、じゃあやっていきましょう。プラチナはなんか綺麗なソフトが多そうですから、すぐできそうな気がしますって言ったけど、一発目から入れたのに何にも反応しないパーティーに来ました。よし、行こう。プラチナは前回とかとは違って若干ね、本数少ないですから、一発目からちゃんと当てに行かないとダメっすよ。これ来いよ。あー、やっぱかっこいいね、この画面自体が。もうだから来るはず。おお、いいよいいよ、めっちゃいいよ。翔太さんでプレイ時間110時間で8個、358匹ということで、めちゃめちゃグッドだよ。本当にポケモンリーグからスタート。これは大丈夫そうだね。交換とかもしていないはず。なんでこんなとこにいるの？何してた、ここで。ちょっとここを飛び降りようとしてたのか。大丈夫、心大丈夫か。急にあそこでやめようと思ったんですね、きっと。おそらく、あ、てかダイヤモンドパールと違ってやっぱりプラチナここすごいっすね。めちゃめちゃ綺麗っすね、このポケモンリーグのとこ。まず手持ちから見ていきましょうか。おおー、なんか微妙かな。でもダークラいる、ダークラいるぞ。こいつ可能性ある。向こうく70レベル、すげえ育ててんな。レントラーとかも結構普通パーですね。でダークライどうなんだろう、見ていきましょうか。こいつだけ気になるところだよね、中身。あー、どうだろう。でもダークライは見分けつかないよな。まあ一応プラチナでは、まあダイパではなかったけど、メンバーズカードとか持ってて、それでダークライを手に入れてたら謎の場所さんじゃないっていうことはありえるんだけども、多分ないだろうね。まあとりあえずギラティナはいいかな。ギラティナロッククライも覚えてたし、まあとりあえずバックで見てみようか。それあるか。うわ、すごいがっつりやってるタイプの方ですね、やっぱり。マスターボールは一応ね欲しいけど、まあ別にマスターボールね、この世代増殖できますから全然必要ないんだけどね。肝心なのは大切なものですね。ここで、メンバーズカードとあれば、あー、ないかな。あー、あるじゃん。あるってことはワンチャンあのダークライが謎の場所さんじゃないってのはありえますね、普通に。しかもこのソフトを改造してないっぽい感じですから、じゃああのダークライガチさんじゃね。ガチさんって言い方変だけど。はい、ミオシティ飛んでみましょう。はい、ここでこいつかな、船乗る。あー、行けんだ。あ、これガチガチダークライじゃね。まあ送ってみないと分かんないけどね、これもポケモンバンクとか使って。ただこれ新月島普通に行けるっぽいっすね。やばい、使用済みメンバーズカードだけど激レアじゃね。これだってこの配布期間って2008年12月1日から2009年1月15日までですから、めちゃめちゃ短期間配布ですからね、メンバーズカード。うわ、来れた、初めて来た、この船乗って。私なんかこれバグでしか来たことないからさ、この辺ぐちゃぐちゃになってたりするってのはね、見たことあるんですけど。あ、じゃあこれやっぱり正規ダークライだったんだ、いかつ。いきなりかなり当たりじゃないですかこれ。まあ使用済みではあるけど。はい、じゃあボックスね見ていきたいと思います。この人結構期待できる。あー、ダメだね。まあ今のところはダメだけど、でもワンチャンぐらいはあると思う。だってあんな正規臭いダークライなんかね持ってる人、まあ今までで見たことないですからね。いやー、でも他のはやっぱ定番かな。まあもちろんね、メンバーズカードが改造っていう可能性もありますけどね、もちろん。色違いすら全然いないですね。だからこそ逆にでも、あのダークライの信憑性が上がるっていうのはありますけどね。あー、全然いない。いや、すごいな、でも。メンバーズカードダークライ、ゲットだぜ。はい、2本目いきますよ。すんなりつきましたね。さすがプラチナ。いや、幸先いいからね、来るはずだと思いますよ。お、あー、微妙だ。このパターンはね、結構ちゃんとやり直してやったパターンでしょうね。あー、交換しちゃったパターンだ。うわー、一応見てみましょうか。あー、まず手持ちは、うわ、もう何この、手持ちにレントラーいる率高すぎでしょ。あとこいつムクホーク、どんだけいるんで。しかもなんか2文字で統一してあだ名つけてるところ可愛いっすね。はい、ボックス整理していきましょう。ここで、あー、定番的か、テンプレポケモン。テンプレーなー、普通にストーリー進めたっていう感じかな。よし、行こう。いや、来るはずだよ。あー、あー、マジかー、ここに来てね、渋いね。やっぱこの背景さ、プラチナだとちゃんとプラチナ色みたいになってんですよね。早速残りのやつつかなくなりましたね。頑張ってつけよう。
この世代は本当えげつないぐらいつきにくいですね。っていうことは来るよ。あーくそ、53時間もプレイしてる。バッチ6個ですごいプレイ時間だよね。あ、何やってたんだこれじゃあまずポケモンから見ていきましょう。手持ちはシンプル。またいたレントラーとムクウォークも全データにいるでしょこの2匹。バック見てみましょう。おーナッツイング。ボックス見ていこう。あー、やっぱそりゃそうだよね。じゃあなんであんなプレイ時間かかってんだろう。なんかオッケーついた。もうまずつけるところがゲームみたいになってるわ。そもそも。あと残り本数少ないよ。来るよ。おっし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 。ポケモン図鑑443匹は、これ一番最高じゃない今までで。そんぐらいやばいっすよ。プラさん。244時間っていう。えげつないプレイ時間ですね。あーでもちょっと怖いぞ。ボックスを使ったっていうものありますからね。これ交換しちゃったパターンだな。いやーこれここにいるってことは絶対交換してんじゃん。まあまずポケモン手持ち、うわー完全に全部持ってってるパターンですね。いやーくっそ。バックも一応見てみましょう。いやーこれやなー。あ、ワンちゃん来い、ワンちゃん来る来る来る。お、グラシディアの花っすね。これってことはクシェイミ確実にいますし。あ、メンバーズカードまあでも使用済みだろうけどね、さすがに。いやーでもこれ惜しいな。あと一歩っていうところですね。ボックス見ていきましょう。あ、シェイミいいんじゃん。あ、ただこれはまああれか、普通シェイミかな。え、あ、でもプレッシャーズボール映画か。うわ、めちゃめちゃラッキーじゃん。送ってないじゃんこの人。クソラッキーじゃん。クソラッキーでしょ。しかもちゃんとこれクラシックリボン付き。いやーやばい。いやこれめちゃめちゃいいね、シェイミ。なんでレベル66まで育てたんだろうよくわかんないけど、まあいいけど。いや世紀っぽいな。でエンペルとファイヤーフリーザーミカルゲピクチューオクタンゴローニャゴマズオサンダージラーチ。なんかジラーチとかも当たり前のようにいるけど、こいつ幻だからね。一応結構珍しいから。しかも NZ これもちゃんとねプレシャスボールに入ったやつですからレアですよ。これじゃあまあ驚かなくなってる自分がいますね。前回のがすごすぎて。この NZ のやつは2009年6月19日から2009年7月17日までという超短期間で配布されたジラッチです。めちゃめちゃレアいっすね。でちゃんと親の ID もね06199ということでちゃんと合ってますし、すごいな本当に。であとクラシックリボンがついてるはずなんで、まあ Wi-Fi プレゼントっても書いてありますしね。それでちゃんとクラシックリボンついてますから、すごい。これだけで正直言って超レアですからね、マジで。でレジギガス、こいつも天井村だったら映画配布ですからめちゃめちゃラッキーですよ。はい来た2体目やばいでしょ。これ前回も手に入れましたけど、天井村レジギガスはマジでいいっすからね。イベント起こせますし。で親の ID も07198でちゃんと合ってまして、プレシャスボールですよね当然。それで映画、ちゃんと出会ったみたいな感じで書いてありますし、まあ可能性はねかなり高いんじゃないかなと思いますけどね。でこいつについてはクラシックリボンを持っていないためってちゃんとね、書いてありますので、なんで持ってないんだろうねこれまあ幻じゃないから GTS とかに出させるためかな、ちょっとよくわかんないけど、ちゃんとこれが正規の状態らしいですよ。これも珍しいですよねある意味。でギラティナでしょ、ガブリアスでエレキブル。あ、いいねこのポーズ、めちゃめちゃいいじゃん、かっこいいじゃん。いやあとは結構単純なやつかな。シンプルピーポーが多いっすかね。パンピが多いかな。あ、マナフィーじゃん毛って書いてあるしちょっと待って、こんな普通に紛れ込ますなんてかわいそうで、あそこに入れてやれよ、あそこのボックスにさ。こいつは普通のマナフィーかな。ポケモンレンジャーでちゃんと手に入れたっていう一応書いてありますから、まあいいんじゃないですか。やっぱ映画見てた人多いんすね、ポケモンやってた人は。だからちゃんと持ってんのかな。でこの人改造集が一切しないしね。ただ色違いとかはやっぱいないっすね。だからむしろその方が信頼性的にはちょっと信じられますけどね。お、いるね、パルキアさんいるね。白玉さん持ってる。白玉、あ、ダークナイ来ました。これワンチャン映画館さんありえますよ。うわー無理か無理か。新月島で謎の場所さんがちょっとわかんないですからね。ちょっと待って、アルセウスいないの。アルセウス欲しいんだけど。映画館さん、アルセウス。アルセウスないとさ、イベントさらに1個起こせないんですよね。いやー、いないっすね。いやー、まあでも、めちゃめちゃいいよ。あとはちょっとバック見てみましょう。バックで、やっぱりさっきメンバーズカードあったんで、本物臭いっすね。この、ダークライは。いや、そんなみんなメンバーズカードとかってさ、
1ヶ月ぐらいしか配布されてなかったから、それでよく受け取ってるよな。しかもそういう人が2人もいたしさ。また見よして行ってみましょうか。はい、じゃあ贅沢にサンダーで空を飛ぶしていきましょう。はい、これで、新月島ありますね。ちゃんと行ってるんだ。すでに行き済みだよね。ただ未使用はさすがにないか。未使用あったらもう逆に超怪しいけどね。だってさ、それわざわざ受け取ったのに使ってないってまあないよね。普通は当たり前のように起こるたわ。あー、いないっすね。ってことはあれがやっぱりダークライ正規なんじゃないですか多分。いや、こんな7本中今はまだ5本かな、開けたの。その中で2本もメンバーズカード持ってる人がいるなんて、なかなか運いいんじゃないですか。これもなんかすっごいそーっとやったらつきましたね。不安定な感じですわやっぱり。ということはさっきの流れでいくといいやつ来るんじゃないか。あー、リリーさん24分でバッチ0個ポケモン図鑑5匹と、まあ、これもまあ5匹だからワンチャンねあるかもよ。おえお初心ラストもちゃんとつきました。すっごいそーっと扱わないといけないですねこいつらは。オッケー、ラス1来るよ。来る、信じろ。ラスプラ来い。お、いいぞいいぞ。ブレッドさんか。プレイ時間82時間、持っているバチ8個、ポケモン図鑑206匹。いや、これはね、なかなかいいですよ。送ってなさそうだからね、この回。うわ、でも、ボックスを使った。ちょ、怪しい。不安が頭をよぎる。が、ポケモンから見ていきましょう。お、ギラティナ持ってるね、ちゃんと。え、23レベル？え、いいじゃん。これあれじゃね？神都遺跡さん？ということは、遠い場所でいいんだよね、多分神都遺跡さんって。いや、これ、っていうことは、ワンチャンあるぞ、あれ。映画館アルセウスあるぞ。バック見てみよう。行くぞ、下まで。シンプルパルンですね。ボックス整理行こう。あ、毒キュウリだ。ブイゼルだ。怖い、この流れ怖い。送っちゃってるパターンか。くそ、マジか。あ、マジか。これあと一歩行ったら映画館アルセウスあったら、うわー、これ惜しいな。ちょっと殿堂入り見てみる。うわー、やっぱいたのかな。アルセウスいるんじゃん。映画館アルセウスいた、やっぱ。うわ、惜しい。あと寸前のところでしたね。いやー、マジか。やっぱ映画館に行かずに手に入れようとするなんてダメってことですかね。ということで検証結果、映画館アルセウスはいないでした。以前のパールの動画でも配布系のジラーチやレジギガスがいましたが、まあ、今回はもはや当たり前のようにいましたね。こいつらもレア度的には映画とかでの配布ですから、映画館アルセウスとも入手難易度的にはそれほど変わらないと思うんですが、ジラーチとかレジギガスとか別世代に送ってないのにアルセウスだけは送っちゃってるという感じなんですよね。今回は正規っぽいダークライとかも手に入り嬉しいんですが、やっぱりアルセウスは神都遺跡で使うという実用性があるので一番欲しいんすよね。その辺の人にアルセウスはここにあるぜ、うすらトンカチがと罵られても欲しいくらいです。